2021年3月20日、ツイステ一番くじ第3弾の陰に隠れてとんでもない商品が登場していた。それがこちら、ディズニーツイステッドワンダーランドアクリルコレクション、待望の新規イラスト。しかも全22種類。従来のグッズの欠点であったイラストの使い回し、ラインナップが寮長だけ、この2つの問題点を解決した。全ユーザー待望の新商品が登場、一部店舗にて。そう、唯一の問題点があるとするなら、このグッズ本当にどこにも売っていないのである。私自身、3月20日は一番くじ第3弾の発売日、ここにしか気を止めていなかったのですが、まさか同じセブンイレブンでこんなグッズが出ていたなんて。話を少し戻しましょう。なぜこのグッズが手に入らないのか。一つ目は取扱店舗自体が少ないこと。 Twitter でユーザーさんたちの反応を見ても、私が住んでる地域のセブンイレブンに何件か聞いたけど全部取り扱いないと言われた。地元全然見つからない。4店舗ほど見たのですがなかったです。販売元のバンダイキャンディーさんの公式ツイッターの告知では、セブンイレブン限定で販売、このような記載しかありませんでしたが、バンダイキャンディーさんのホームページにまで行ってみると、このような文字が。店頭での商品のお取り扱いは店舗によって異なります。取り扱いがない店舗もございます。つまりツイステグミやクーナッツのようにどこの店舗にも置いているわけではなく、取り扱いのない店舗もあるということなんですが、それにしたって売ってなさすぎる。もちろん人気すぎたがゆえに即完売したということも考えられますが、ちょっと供給不足を感じます。もちろん公式サイトには3月20日より順次発売と書いてありますので、これから徐々に取り扱う店舗が増える可能性はありますが、正直わからないです。ということで、先に手に入らない問題を取り扱ったところで、商品ラインナップ見ていきたいと思います。さあ、まずは商品の概要から。キャラクターアイコンをモチーフに書き起こされた新規オリジナルデザインで、寮生22名をラインナップしています。いや、まずこの一文だけで魅力がすごい。しかもこのイラストがめちゃくちゃ可愛いんです。おそらく画風的にヤナ先生以外の方がデザインされたと思われますが、いや本当にこういうのを待っていたっていう感じがしますよね。しかもこのグッズ、なんと2つのチャームがセットになっています。いやこれめちゃくちゃいいですよね。重ねてもしくは単体でアクリルチャームとして使ってもよし、組み合わせてアクリルスタンドにして飾ってもよしと、まさに文句のつけようがない構成です。何度も言いますが、寮生22名全員ラインナップっていうのが嬉しいですよね。では寮ごとにキャラクターのイラストをしっかり見ていきましょう。さあ、まずは先ほども見たリドルなんですが、大きなバラを抱えていますね。しかも何ですかこの表情、ちょっとはかなげで闇を感じる意地らしい表情、これは刺さる。さあ、続いてはエーストラッポラ君、ハートのエースのトランプを抱えていますね。しかもよくよく見れば指が1を示しています。可愛さとかっこよさを合わせ持った素晴らしい表情です。さあ、続いてデュース、抱えているのはもちろんスペードの2、両手で覗き込むようにして持っています。表情自体は凛々しくキリッとしていますが、何とも言えない可愛さを醸し出す、これは落ちますね。さあ、続いてはトレイ先輩、いや色気、可愛いデフォルメキャラやのにこの色気、そしてお得意の片目つぶりプラスこの眉の角度、いや可愛くなっても色気って出るんですね。抱えているのはもちろんクローバーの3。さあ、そしてケイト先輩です、ダイヤの4を持ちながらのピース、自撮りのウィンク決まってますね。はい、続いてはサバナクローン、みんなぬいぐるみ持ってるじゃないですか。おいおい、可愛すぎか。じゃあレオナから行きましょうか。まずは右手でライオンのぬいぐるみを抱えております。そしてこのワイルドポーズ、髪をちょっとかき上げてんのもセクシーですよね。そしてこの表情、ああ砂になっていく。さあ、はい、続いてはジャック、かっこよく腕組みをしながら狼のぬいぐるみを抱えています。いやー、キリッとした表情をしているんですが、耳がぴょこんと立ってて可愛いですね。さあ、続いてはラギーブッチ、ちょっと待ってくれ、なんだその無邪気な表情は。右手にドーナツ、左手もドーナツ、そしてハイエナぬいぐるみ。ラギーといえばおじさんの介護をすることからラギママとも呼ばれていますが、こうやって嬉しそうにドーナツを持っている姿を見ると、なんだか男の僕でさえ母性本能をくすぐられてしまいます。さあ、そして次はオクタビネル、うわこれはヤバそう。ではまずはアズールから見ていきましょう。あー、まずこの手袋いいですね。メガネをスチャッとしながら不敵な笑みの表情、背景にはタコの足が見えます。
そして懐には黄金の契約書。なんて完成された構図なんだろう。はい、お次はジェイド。うわー、エッチだこれ。この唇に人差し指つけるやつ、秘密ですよみたいな、ちょっとユニーク魔法味もあるんじゃないんですかこれ。そして背景にはもちろんウツボさん。いや本当にエッチだな。はい、続いてはフロイド。あら、ギザ場を見せちゃって、まあ腕を頭の後ろで組んでるのも自由奔放な彼らしいですね。そして注目したいのが帽子のかぶり方。3人とも帽子の肩に個性が出ています。あとはストールも動きが出てていいですね。さあ続いてはスカラビア。さあまずはカリムからなんですが、なんとまああのアラジンターバンを巻いているじゃないですか。ストーリーで何かと大活躍の魔法の絨毯くんも一緒に描かれています。いや、そしてこのターバンの被り方もいいですね。すっぽり被るのもいいけど、しっかりカリムの髪も描きたい。頭に酔って乗せてる感じのポージングもグッドです。さあ続きましてジャミル。うわうわ、なんだその表情。この下ペロッと見せるやつ、しかも悪そうな表情してますね。しっかりと左手で自分の綺麗な髪をアピールしてきます。バックの肩から出ているヘビもいい味を出しています。いやー、これまたエッチに描きましたね。さあ続いてはポムフィオーレ。いや、まず装飾がきらびやか。ではビル様から参りましょう。これは王冠ティアラですかね。そしてそれを見つめる表情、何なんですかこの慈しみみたいな。完全に聖母の顔してるやん。これは美の化身ですわ。はい、続いてはエペル君。え、何そのおすまし顔。毒リンゴの持ち方も可愛すぎません？ほっぺたもプニッとして柔らかそう。いやー、このエペルはあざと可愛いにステータス振ってますね。さあ続いてはルーク。弓引いてますね。ポーズが美しいですよね。狙いを定めたような目もたまらない。帽子もいい味出してます。ボーテ100点。はい、お次はイグニハイド。さあまずはイデア。骸骨くんを抱えています。いや、この闇を抱えた表情たまらん。いや、やっぱり物の持ち方一つからもちょっと品の良さ出ますよね。さあ続いてはオルトくん。いやー、無邪気に火の玉抱えてますね。片目つむってるのもすごく可愛い。イグニハイドのメインストーリー楽しみだな。はい、最後はディアソムニア。まずは若様。おお、イバラとドラゴン。え、めちゃくちゃかっこいいんですが。いや、この天から舞い降りてきた感間違いなく強い。イバラまとってんのもいいですね。はい、続いてはリリア様。両手でコウモリをビローンと広げてます。ほれ見るがいいみたいな。しっかりと歯を見せてるところもポイント高いですよね。さあ続いてはシルバー。あ、これ剣持ってますね。地面に剣を突き立てて忠誠を示すようなポージング。いやー、かっこいいな。はい、そして最後はセベク。あ、このポージングシルバーと対になってますね。そしてセベクが持っているのが雷。なんか実体のないものを持ってて可愛いですね。はい、というわけで以上22名のキャラクター、何が出るかわからないランダム商品となっております。今確認した時点ではセブンのオンラインショップでは見当たらなかったので、もし店頭で見つけられたらすごくラッキーですね。というわけで今回は完全新規イラストプラス22名全員ラインナップ、この間の動画で紹介したような最近のグッズへの不満を全て解消したような新グッズ、非常にクオリティも高いので紹介させていただきました。今後もグッズについてアンテナ張っていきますので、まだの方はチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。スミノフでした。